こんにちは、まさです。今日は、あなたの給料が上がらないわけっていうテーマでやっていきます。皆さんも実感していると思うんですが、ここ20年、給料が全く上がっていないんです。民間給与実態統計調査という国税庁の調査があるんですけど、この調査を見ると、平均給与は20年間全く変わっていません。 平成10年度の平均給与は465万円だったんですけど、平成30年では441万円です。他のデータを見ても同じです。令和元年版、少子化社会対策白書全体版を見ると、20代、30代の給与が全く上がっていないことがわかります。 1997年度の所得と2017年度の所得を比べているんですけど20代で言うと300万から399万円の所得は1997年度は25%いたんですけど2017年度は20%に落ちてます30代では特に顕著で400万から499万円の所得帯は 1997年には20%ぐらいいたんですけど、2017年には15%まで落ちてます。そして500万から699万円の所得帯は、1997年では23%ぐらいいたんですけど、2017年では15%ぐらいに落ちてます。 20代、30代というと結婚する年代ですが、この年代の給料が上がっていないから結婚する人も減ってしまうわけです。経済的な問題が大きいんですよ。なんで給料が上がっていかないかというと、大きな理由はデフレだからです。デフレとは物価が下がることです。 競争によって供給が多くなって、しかも消費が少ないわけですから、物価が下がって当然なんです。商品価格を下げる圧力がかかるんです。そして企業としても消費が減って価格も下がっているわけですから、積極的に設備投資をしようっていう意欲が下がってくるんです。 要するに、個人の消費、そして会社の消費、両方減っていますから、物価が上がる状態にはないんです。物価が上がっていかないっていうことは、当然給料も上がっていきません。給料を上げるためには、デフレの状態を改善しないといけないんですけど、この状態を改善できるのは、政府しかいません。しかし、実際には、 デフレを解消するどころか、デフレを深めるような政策を打ってます。どういう政策をやっちゃってるかというと、一つ目は、財政支出を減らすことです。本来は、デフレの時には、財政支出を増やして、民間に仕事を与えないといけないんですけど、今までそれをやってこなかったんです。 日本政府はプライマリーバランスの黒字化に縛られちゃって国債発行を抑えてきたんです。このプライマリーバランスの黒字化とは簡単に言うとできるだけ税金だけでやっていって国債は発行しないようにしましょうっていうこういう方針なんです。現在の税金だけでは足んなかったらじゃあ消費税増税しましょうねとこういう発想になってくるんです。 消費税を増税すると当然消費が減りますからますますデフレになってくるんです。本来消費税なんかの税金をアップするのはインフレになった時なんです。デフレの時に税金上げちゃうとますますデフレになっちゃうんですよ。三つ目はグローバル主義を推進しているっていうことです。 TPP なんかの貿易協定によって安い商品が大量に供給されてきますから値段が上がっていかないんです。以上3つ説明しましたが一番大きな原因はやっぱり財政出動をしてこなかったからです。現在は新型コロナによって財政出動をしていますけど普段からやっておけばデフレにはなっていなかったはずです。 そうすれば自然と税収が上がりますから消費税をアップしなくても良かったかもしれないんですよ。だからね、ここ数十年間非常にちぐはぐな政策をやっているなと思わざるを得ません。では今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。